よし、それじゃあみんな、今回のスーパーマリオパーティージャンボリーやっていくというわけで、まずはお金をね、支払いもらいましょう。で、スキップ。で、称号いろいろもらって、あれかな、リワードがいろいろアップしたって感じかな。で、全部なんか商品ラインナップとか追加された。で、この後まあいろいろなんかやれみたいなやつでしょうねーって感じよ。で、あ、これサーキットか。めっちゃ、どうした？めっちゃなんか悩んでそう。あ、悪いジルじゃん。今回のお仲間ポジション。いいな、このステージ。サイコロスピードウェイ。で、こっからマス目でか。こんにちは、お手伝い切りくれてあざーす。これよりドスター30個分のお手伝いをしてもらうぞ。え、またリドスター奪われちゃう。大丈夫、大丈夫。今回対策考えてますって。何？ドスター、これみんなの見張っておくからね。見張るだけじゃねえか。いざという時、箱に逃げられるよ。荷台に乗せあるから安心、安心、うん。めっちゃ、そうか、対策か、あれ。ほら、今度こそ安心して設営準備ができますよね。というわけで、早速、お手伝いお願いします。それでは、いってらっしゃい。で、まずはなんかいきなりミニゲーム。どうも。おやさんに配るフラッグが足りないんですよね。スペースフラッグリストで取ってきてもらいます。そうやって取ってくるもんだったの、それ。スペースフラッグリストって何？これは、この、とりあえずあれか、この、されてない旗の部分を、全部俺たちの旗にしまいみたいな、そういう感じかな。あ、そういう感じっぽいね。なんか地球儀バトルを思い出す感じだね、画角が。で、一度取られた旗はもう取れないと。めっちゃあそこ連なってんな。あそこめっちゃ連なってるじゃん。で、まずとりあえず俺後ろ行くぞ。俺こっち行くからな。近づいて行くんじゃねえぞ。で、こっち行って、ここ鳥居の、で、ここで鳥居の鳥居の鳥居の、で、こっち側にも一個あったな。で、こっち側にも一個あった。で、ここめっちゃまとまってる。ここめっちゃまとまってる。オッケー。で、からの取っての、で、こっち鳥居の、ここ横ら辺とか見とくの大事だよな。あったあったあった。一個取り逃しあったな。やった。で、さらにある。ここにさらにあるぞ。さあ、どこだ他は。他はどこだ、めっちゃあるんだろうが、どこにあるんだ残り。どこだ、めっちゃ残り。どこどこだ、あった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 。で、ここら辺に残りはあったら、ここら辺にあるな。残り2つって書いてあるな。残り1つ。オッケー。24点。素晴らしい。宇宙だけど、宇宙服着なくて大丈夫なのかな、みんな。で、怖いミニゲームの終わり方は特にないんで、安心。あれがマリパ8とかあったらね、みんなめっちゃ今のさらわれてるから。他のメンツ絶対さらわれてるから。で、花ちゃんいるじゃん、あそこ。等身大もいるんだね。ワーフラッグがいっぱい助かりました。これだけあれば十分です。デコアイテムゲット。リトルスターを全部で100個集めた記念。エキストラ。噴水の水がキラキラと輝きます。星出てるけど。で、こっち行って花ちゃんがいるが、で、クリボーもいるな。クリボーは何？どうしたの？この横断幕かっこいいだろ。これで追いつば優勝間違いなしだ。かわいい。で、花ちゃんどうしたんの？写真？こんにちは、みんなに飲み物お届けです。このキノピオには配ったですが、他のキノピオにも配りたいです。カメラを構えてるキノピオ5人にミルクを配達してくれませんか？配達する。なるほどね。花ちゃんはミニゲームで別に仲間になるキャラではないと。配達セット手に入れた。5人全員に配ったら回してください。はい。で、またミニゲームバトルがあるな。今度は何です？今芝生を整えているんですよ。とっても綺麗になったと思うんですが、傾けゴルフで芝生の調子確認関係にゴルフやれと。レース場で片目は極まりねえな。で、なにこれ、横持ちって出たってことは、これジャイロ系か。ジャイロ系っぽいな。ゴルフボールを傾ける。なるほどね。なるほど、こんな感じで傾けてゴールさせればいいと。なるべく芝生のところを通った方がいいんかな。そんな感じするよね。ラウンド1いきましょう。ちょっと待って、これ押さなきゃいけないの、ちょっと厄介だな。なめんなよ、こういうのはカービィのやつに慣れてるからね。オッケーで、ここら辺でオッケーいった。5ポイントで、次はこれでラウンド2で、これこっち行って、ので、ここ行って、よいしょ、オッケーで入った。オッケーオッケー。まあ、これでも最強だと、もっと早くいけられそうね。最強だともっと早そうで、次はファイナルラウンド、どこだ。で、これこっち、そのまま斜めでいいんじゃないか。おっとおっと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 。オッケー、危ねえ。危なかった今。危なかったね。あ、めっちゃ慎重に行くの、あらやだ。あらやでめっちゃ慎重だったね。めっちゃ慎重でびっくりしたね。で、オッケー、ウィナー、ルイジー。で、傾けゴルフも攻略完了。オッケー。で、他には何かあるんですか？なんか言うことある？芝生、いい感じみたいですね。また時間があったら確認をします。で、これは、あ、あれじゃん、ミルクじゃん。うわ、ミルクくれるんですか。あざっす。グッキャップ。かわいいルイージー。太陽の間、ミルクは最高ですね。で、リトスター1個残り23個と、まあなかなかに多いようだが、で、どうも入れ替えマシンが作動してるせい、ショップが出てこないと回転できないんだよね。観客席にあるところに入れ替えマシン見てくんない？観客席にあるんだね。で、これは
A 方は行き先を示す矢印看板を設置したいけど車が進む方が分かんないんだよね。車はどっちに進むか分かる？こっち、あっち、そっち、どっち、こっち。ああ、やっぱりそうか。教えてくれてありがとう。めっちゃ簡単。で、またミニゲームバトル。どうした？パタパタ。会場盛り上がるために他のレースも参考にしたいんだ。縦横マシーンに参加して感想を聞かせてもらえない。何それ、何それ、初耳なんすけど。で、縦色、俺前の人だから、これで、これでいいのか。縦色、なるほどね。俺は縦に移動せいいのね。なるほど、なるほど。で、これでこっちって横移動任せますよ。いいよ、いいよ、いいよ。で、俺こっち側に若干ずれといて、待って、ここは一回ちょっと待ちますよ。行きますよ。で、行ってもらってって感じか。なるほどね。なかなかに面白いミニゲームだね。俺は前だが縦なんだね。わかりやすくていいね。3、2、1、ゴーシュー。というわけで行きましょうか。一回これちょっと一回待って。おい、行きますよ。で、はい、行ってくれ。行ってもらって、これこっち行っていいぞ。で、こっち行ってもらって、おい、もうちょっと下行った方がよかった。で、こっち行って、オッケー。で、ジュニア、何で今掃除してくるのかと。若干ジュニア君あんまそういうの良くないと思う。本当にいいぞ、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 ジュニアいいぞ。俺ちょっとこっち側行っとくぞ。オッケー。で、こっち側行っといて、で、こっち行くぞ。おーい、レッツゴー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 で行って、いや、ちょっとここ行く、待とうか。結構待ちましょう。で、こっち行って、はい。で、からの下行きます。はい、いいぞ。で、からの上行きます。はい、からの下行きます。はい、いいぞ。で、から上行きます。はい、からの下行きます。楽々ですね、楽々ですよ。で、ここ一回待ちましょう。で、待っといて、これは一回ちょっと、うわ、ちょ、ジュニア、いやいや、ジュニアが横についた方が早かったの気がするけど。で、こっちね、オッケー。ジュニア、若干なんかコントロールが、おい、かまんかまん、これ食らっても構わん、これ食らってもご利用していける。オッケーオッケー、一周してくれば勝ちなのね。完璧よ。何がジュニアとコンビ多いな。で、縦横マシンクリアー。はい、見てきてくれてありがとう。あっちのレースもすごく楽しそうだね。楽しかったわ。で、ミルクをお届け。あ、ミルクだ、花ちゃんのところですよね。ミルクあざす、もっともっと節制頑張りますね。みんな頑張ってんね。で、これちょっと曲がってみる。でも、ちょっとあのパタパタ気になるな。なんです、他の車乱入してこない。タイヤを積んでブロックにしてんだ。まだタイヤ足りないからどっくに落ちてないか見て、持ってきてるね。はい、オッケー。まあ、とりあえずこっち行ってみるか。おお、ルイージめっちゃ走るね。で、これなんだ？バトル系だ。ドッシーボートレース。何それ。うわ、しかもこれ横持ちでたってことは、ジャイロ操作だ。あ、ペダルをこぐ。あ、ペダルこぐ系ね。ペダルこぐ系なのね。なるほど、なるほど。ペダルこぐ系ね。あー、これは確かに。なるほどね。操縦系は別にあれなのかな。あー、でこれどうやらキノピコと同じぐらい焦がなきゃダメみたい。そんな感じすんね。なるほどね。じゃあいきますか。いくぞ、焦げー。で、ちょっとキノピコの方に焦いてもらって、で、俺はちょっとここら辺で大きく焦ぐぞ。で、ちょっとここは、まあ、ここはちょっとキノピコに任せようか。キノピコもっと来いでいいよ。キノピコもっと来いでいいよ。オッケー。ドッシーボートレース面白いね。二人用ミニゲームだから、相方がちゃんと回してくんないと地獄を見る。いや、めっちゃジュニアだだこねてる。で、ドッシーボートレースクリアして残り17個、リトルスター。それが集まれば問題ない。あ、てか、後ろにドッシーボートあるじゃん。ドッシーボートも喜んでいるようです。ぜひまだお乗りに来てください。はい。で、またキノピオ、どうした？今度は何です？ウィさん、寒い時期にこの雪がどうなか知ってます？寒い日が続くと雪が一面凍りながらスケートができるなんです。ルイさんもお手伝いの雪にスケートしてみません？ああ、面白そう、やってみるか。これは移動ね。ああ、移動でいいのね。これで OK。 移動は結構単純で、金が結構してくる。金系か、ボーナスコインミニゲームか。まあ、だったら別にだな。普通にプラスでいくか。で、これで赤コインあるじゃん、しょっぱな。うわー、雪に埋もれてるけど、なんだあれ。やってみるか。はい。おー、なるほど、雪の中から赤コインが出るのか。そういうのもあんのね。なるほどね。オッケーオッケー、覚えた覚えた。で、これで雪だから塊が落ちてきたらそこ破壊しに行った方がいいんだな。はい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 、オッケー。3コインいただきやす、いただきまーすって感じ、本当に。で、お、やばい、あれ欲しいな。俺がもらう、ありがとうございます。うわー、ちょっと待って、ちょうど的確な敵があった。これ今的確だったね。こっちもらいに行って、あっち欲しいけど、これは、あー、さすがに赤コイン取られたか。ならこっちの金を俺がもらう。オッケー。
ボーナスコイミニは誰でもね、活躍っていうか、もう誰でももらえるかね。わ、すげえ、よく見たら、男子と女子、ちょうど二人二人だね。で、スケートコイン集めもゲットしたんで、リトルスター3個ゲット、残り14。意外と多いぜ。ね、スケートで風を切るのは気持ちいいですね。車やバイクとは違う良さがあります。じゃあ走っていきましょう。ここなんだ、スターマス。スターが出る場所なんかな。で、これは、あー出た、アイテムみくじだ。ゲットしたアイテムで運勢がわかりますだって、そんなのわかるわけないじゃないのって話。テレベル狙おっか。テレベルちょっと見とくわ、俺。テレベル欲しいね。行きましょうか。テレベルはあそことあそこね。あ、今のとこ移動してない。下に移動した。はい、移動した。ここと、ここですね。はい、オッケー、テレベルいただき。テレベルの運勢何なんでしょうね。これ運勢どうなんだろうね、テレベル。テレベル強えぜ、だって。で、アイテムみくじ初回で、リトルスターポイント1もらえる。で、問題何くれる？みくじの運勢は。アイテムみくじの結果、テレベルゲットしたあなたは、とってもラッキー、ラッキーの星5ぐらい。サイコロ振るゲームで遊ぶと、最高に楽しい時間を過ごせるでしょう。まあ、それは生配信で最初やる予定なんでね。おい、ミルク。え、ミルクくれるんですか？あざす、嬉しいな。ガチャ。本当に美味しいミルクですね。ね、若干切り気味。で、他の写真撮影してキロピオもどっかにいるらしい。こっち側も行けんのか。めっちゃ行ける。うわ、デイジーじゃん。こんにちは、ありがとうございます。その時一緒にアスレチックやらない？デイジーアスレチックだって。うわ、これ仲間あれなんかな。これさ、なんか仲間用のミニゲームみたいなのあるみたいなの聞いたけどさ、まあ噂だけどね。俺もまだコメント見れてないからさ、タメ撮りの男なんで。何が起きてるかちょっとあんまよく分かってないんだけど、これ多分あれだよね、本来のパーティーミニゲームの時に仲間みたいなのがフィールドにいるらしいが、それを仲間にする用のミニゲームなんだろうな。めっちゃ楽しそうじゃん。めっちゃ楽しいやつじゃん。これアスレチック寄りじゃん、マジで。楽しいやつじゃん、デイジーステージ。うわ、なんかフォールガイズやん。もうフォールガイズだよこれ。いった、パーティータイム。いや、めっちゃルイジャーだったな。で、これは、はい、はい、はい。こんな感じで、なるほどね。ジャンプして移動していく感じ。ほい、ほい、痛い。なるほど、重なるとダメなんだね。で、こっち行って、ほいって行って、ほい。で、こっち上に、あー、ちょっと待って、渡れなくなった。渡れなくなるとかもあるんだね。なるほどね。で、こっち行って、おー、ちょっと待って、動けない、動けない、動けない。テレサがいると動けない。なるほどね。そういう場合もあるから気をつけようってわけね。じゃ、行きますか。ラウンド1。ラウンド4まであるのか。結構あんな。で、こっち行って、うわ、ちょ、待って、あら、やだ、あ、お前ら、本当に今日よろしくない、本当に。で、こっち行って、で、こっち行って、さらにこっち、鳥居のあれやだ、てめえ、あれやだ、こっち行って、こう行って、鳥居のあれ3コイン、あの赤コインみたいなのもあんのか。赤コインっぽいのもあるみたいね。で、こっち行って、こっち来んなって、オッケー。で、こっち行って、下、鳥居のあんまここまで場所行くのはよくないな。で、下行って、こっち行きたい。あー、で、何ポイントだ今、13ね、オッケー。で、ラウンド2ね。で、これこっち側行って、こんな感じで、要はアスレチックステージで攻略していけってことよね。オッケー。で、これこっち行っちゃって、あー、そこの赤コイン欲しいけど、あー、落ちちゃった。落ちた場合どうなのこれ。あー、すぐ復活できんのね。オッケーオッケー。だったらこれでちょっとこれもらおう。で、これもらって、オッケー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 。で、こっちもらっといての、で、こっち行って、あー、テレスで取られたか。まあいいでしょ、まあいいでしょ。あっちがいっぱいあるな。あっちがいっぱい欲しいな。こっちいっぱいあるんで、ちょっとこれ欲しい。で、こっち行って、こっちもいっぱいあるな。ただこれ拾っとこうか。あー、取れなかったか。テレスは強いね。テレスは34ポイントだってよ。めっちゃ取ってるじゃんね。で、これとジャンプで移動してって、なるべく先のある方のやつを移動しといた方がいいな。あ、3個やる、欲しい、オッケー。3コインもらって、ジャンプで、こっち行って、ジャンプ、オッケー、3コインもらう。ちょ、踏むな、あれやだ、あれやだ、ほんとあれやだだな、お前。あれやだって感じ、ほんとあれやだ、オッケー。で、これさらにポイント取っての、3コインもらいの、あ、これちょっともうやばいかもね、危ない。で、こっち行って、で、3ポイントもらう。今59ポイント、素晴らしいですね。で、これ、終わった。で、最後ホールガイズか。今圧倒的だね、俺。今圧倒的よ。あー、で、あれはちょっと取れねえか。いや、これちょっと、うら、ちょっと、あ、それ欲しい、あの3ポイント欲しいね。オッケー。で、3ポイントもらっといて、なるべく3ポイントは重点的にもらっとこう。オッケー。で、これジャンプすると早めに移動できるから、ジャンプして移動するのもありだな。危ね、これはジャンプして移動。オッケー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 。ちょ、普通のポイント取れたら全然取らせてくれない。おっと、危ねえ。で、これこっち行って、オッケー、いいぞ。で、デイジー投げてきた。で、うわ、で、あいつ、投げ銭しやがった。で、これジャンプで移動しつつって感じね。オッケー、83ポイント。素晴らしい。完全勝利。やっぱ、ルイーといえばデイジーコンビよね。この二人のコンビが素晴らしいわ。あはー。で、キャラクターピック、デイジーをもらったと。
アスレチック上手ね、遊んでくれた俺にピンチの時助けに行くから。レイジが助けに来てくれることになった後、他のメンツ誰がいたかな。悪いじが確かいたよな。こっち側走っていくとどこに繋がんだこれ。ん、なんだここ、めっちゃなんかありそうで何もない。え、これジャンプスイッチちゃんと動くか確認中なんだ。車に乗ってここに止まると重みでスイッチが動くはずなんだけど、ちょっと試してみてくんない。試せんの。で、これが、あー、そういうこと。本来だとあっち側に飛ばされるマス的な感じなのね。なるほど、逆にを逆に利用するのも手ってわけか。ほう、よかった。実はちゃんと僕が心配だったんだ。まずはこれ、リトルスターどうぞ。で、もう一つなんかくれる。あと車あげる。車でジャンプなんて危険なことを試してくれた。お礼だよ。石のオーナメントだ。ありがとう。あ、ムーチョもいるじゃん。や、前このスピードウェイでレースカーに乗ったら、開口の風に感じるよな。もっともこっちもすごい風を、なんかすごい風感じてみたら、こっちもおすすめだぞ。なんか面白そう。めっちゃすごそうだね。まあ、これは移動のジャンプ。なるほど。まあ、大体わかるわ。大体想像がつく。こいつら風吹くからそれを避けろってことだろう。3D ランワールドとかにいたよな、こいつら。3D ワールドのやつらだよな。結構滑るから、そこ気をつけていかないとって感じか。危ねえ危ねえ危ねえ。あんまジャンプしすぎもよろしくないで、こっち側行きましょうか。急ブレーキ用のジャンプって感じかな。また緊急脱出。これはまずいのでは。危ねえ。で、これどっちか。嘘だろ、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 危ねえ。危なかった、危なかった。こっち行っといて。で、こっち行っとく。こっち側行っとくか。まとめて粉砕、玉砕、大喝采。やっうーオッケー、ルイージウィー。ここの氷は反射しないんだな。あいつ、ビューゴって名前なんだな。ウッディー。すごい風だったろ。すげえ乾燥す。じゃあ、他の場所も行ってみようか。元来た道に戻ってきたんだが、おい、お前もかい。車で競争か、せっかく切れない道も池もあるんだし、両方使って競争するのはどう。ミニミニトライアスロンに競争してみない。ミニミニトライアスロン。横持ち、つうことはこれ回す系だろ。ペダル回す系とかあるだろ。なんだ、うわー、泳ぐ泳ぐ泳ぐのね、泳ぐのね、はい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 、で、漕ぐのね。ちょっと待って、これ漕ぐの難しいな。おー、で、なに、で、次は、おーいって感じ。なるほどね、そういう感じで、ね、漕ぐの難しいんだよな、結構。俺、プラス押しちゃいそうになるんだよね。まあ、とりあえずは泳ぎましょうか。おー、とりあえず泳ぎます。とりあえず泳いで、で、次。これ漕ぐの難しい。漕ぐの早いかどうかもわかんねえ。ちょっと、まだついてないのね。オッケーオッケーオッケー。あ、ジャンプ、あー、ジャンプ、あー、ジャンプ、うー、ジャンプ、で、このジャンプ、終わり。20秒はいかない。19秒5秒。頑張れ、お前ら。子供用レースじゃねえんだぞ。頑張れ、キノピオ。おいおいおい、全員体当たりかますな。頑張れ。めっちゃどつくじゃんね。で、トップさんアスリートの、ちょ、俺はアスリートだった。オッケー、で、勝利、ルイージウェン。で、ミニミニトライアスロンも無事クリア。完璧ね。で、残り2個のリトルスターポイントで、私は、ボス戦行けますね。綺麗な池も道も、どっちも楽しめるって、最高だね。いや、こんにちは、あ、それミルク、くれるんですか、嬉しいな。ガッチャ。このミルク好きなんです、ありがとうって伝えておいてください。ウッディー。ねえだ、ちょっと仲間があんま今回いないな。ちょっと仲間デイジーぐらいしかいなくない、今のとこ。仲間他は、あ、チョロプーじゃん。なんだって、俺たちのこともっと知りたいよ。なら直感潜れ叩きに挑んでみろよ。直感潜れ叩き？やってみるか。じゃあ、俺たちが、うわ、そういう系。俺たちに、俺逃げる側か、しかも。運ゲーは苦手よ、俺。ウッディー。そうだな、どこ、うわー、怖っ。なるほどね。3人が同じボタンを叩く場合もあるわけだ。逆に行けば、どこ行こうかな。ここで行きます。みんなもどこにやるか予想試してみて。さあ、どこに行くかな。私はここでーす。で、まず上、危ねえ！えい！危ねえ！奇跡的に返しましたよ。さすが俺。さすがで噂だわね。じゃあもう、今回はこっち行っちゃう。今回はここ行っちゃう。今回こっち行っちゃいます。さあ、どこからみんな当ててみな、チャンス。ここでーす。というわけで、はい、まず回避。はい、回避。おい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 。クソ雑魚かよ。次全員同じとこ叩かないともう負けだぜ、おめえら。これ3ラウンドでしょ、多分。
もう俺はあえてここに行く。同じ場所、下でございます。はい、上、はい、終わりですね、もう。おい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 、的外れだったな。的外れでございましたね。オッケー、なんとかなったわ。で、直感モグラ叩き、クリア。お前だ、助けに来てくれる？チョロプーだけど。ウッディー、ありがとうだろ、こんなズレなかなか味わえないぞ。ウィーさん、ついに30個以上押してるって言ったの？お前仲間じゃないの？ちょっと待って、今回仲間少なくない？仲間一人しかいなくない？なんとかなるか。それといったら助けていただき、あざっす。トスさんが30個以上集まったということですので、次のアップへのご案内とその前に、記念品の前に、あれ、まさか。でも見てるじゃん。うわー、KK だ。今回ボス KK。 よし、パタパタさん、今度こそリトスターを守ります。パタパタごと言った。うわー、パタパタさん、マジかよ。なんで今度はリトスターだけでパタパタ様にボス KK で終わってしまいました。この時会場設営どころじゃありませんよ。今回はリトスターを取り返し、そしてパタパタさんを助けてください。じゃあ、まあ行くか。まあ、な、味方少ないけど行ってみる。でも今回 DJ しかいないんじゃないの。色々さを書いてほしければバトルだと言ってるみたいです。ボスの K、 ボス KK 電撃パ、パズル。うわ、デイジーしかいねえ。今回むずいのでは、パズル系。それ、皆さん頑張って。よし、こういう時お前こう呼ぶメンバーだったろ。はぶられた悪い意地で、これはどういう系。こういう感じで、こんな感じでつなげていけばいいって感じ。なるほどね。別ダブルルイージーで、誰もいないから俺たちは割と簡単に設定されてるのが、めっちゃ空の感じ綺麗ね。ボス KK、 ゴッツァンです。どうも、ゴッツァンです。ゴッツァンです。うわー、めっちゃ電気で、これでパズル組み替えていくわけか。なるほどね。なかなかに難しそうなボスキャラだ。じゃあ行きますか。デイジーの方だけ繋がってない？デイジーの方だけ繋がってるんですよ、ぐらい。で、これで、こう行った方がいいか。で、こう行って、で、早いね、デイジー。早いな、デイジー。もう溜まったの。で、これ、わ、5ポイントか。デイジーやるね。で、終わりか。で、次はどうなる？これ、パズル量どんどん増えてるとかあるかな？あ、1段増えてる。1段増えてるわ。だとしたら回路をつなげろで、はい、で、こっち行っての、で、これで、あ、ちょ待って、これ、あ、ちょ待って、これ、難しいな。あ、こうか。こうじゃないとダメだ。こうじゃないとダメで、これで OK だ。いやー、ちょっと苦戦したな。いやー、ちょっとデイジー早いな。デイジー早くね？パズル系うめえな。俺、パズル系苦手だからな。意外と単純なんだな。で、今度は、またパズルのやつが増えていく感じか。いや、別に特に増えてないか。そうだな、だったらそうだな。これで、こうして、こうして、で、こうして、こうして、こうして、こう。オッケー、今回は早めに行きだ。今回は早めに行きだぞ。俺の5ポイントサンダー食らえ。ミニラデイン、ライデイン、素晴らしい。で、めちゃめちゃいるね。KK までいる。どすこい、どすこい、どすこい。いや、そんなことされても、これまさかマス目増える。あ、なんか増えそうね。あ、増えたね。4列になったな。これめっちゃ時間食うぞ。めっちゃ時間食うぞ、みんな、これ。で、これでこうして、こうして、こうして、こうしての、こうしての、こうだ。オッケー、つなげた、つなげた。だいぶ慣れたぞ。だいぶ慣れた。こういうのは大抵ゴール付近がやってくるのよ。なんだ、ね、今の経験。今の経験何？うわぁ。かわいそう。めっちゃ電撃食らってる。そんな食らわせなくてもって感じがする。で、トトヌース。で、これ何？最終ラウンドだから最後までつなげろみたいな。うわ、最後までつなげろじゃね、これ。めっちゃ厳しいの来たな。で、これこうしての、で、こうしての、こうして、こうして、こうで、で、こう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 で、で、こうしての、こう。オッケー、つなげた。めっちゃグネグネしてるな。めっちゃグネグネしてるわ。頑張れ、デイジー。で、これで俺5ポイントでとどめじゃないか。ミナデイン、終わった。いや、落ちたー。あ、KK 助けに行った。いや、助けられなかった。どんまい。2人でもなんとかなるもんだね。いや、いいね、この2人のチーム。この2人のチームだとなんか安心感あるね、めっちゃ。おい、ただいま。というわけで、ボス KK は悔しがってますが、まあ、返してくれるんだよね。優しいんだよね、やっぱ。クッパ軍なんだよな、やっぱり。あ、パタパタも帰ってきた。どうしよう、これでリトルスターだけ返されて、パタパタ帰ってこなかったな。と思ったけど、なんとかなったね。リトルスターとパタパタさんも無事戻ってきましたね。あ、空が明るくなってきましたね。そうだね。
イエーイ。デイジー・ルイージコンビを舐めるな。クリア。オッケー。で、ボスのトピアリーで KK で、いよいよ次はもうクッパか。助けに駆けつけてくるメンバーはもちろん戻るそうです。参戦あざっす。ありがとうデイジー。じゃあいよいよ近いはまだ新ステージなんかな。これやった人安心ですね。さあ次の会場に案内させていただきますよ。まあ、その前になんかいろいろなんかあれでしょ、あるんでしょ。お疲れ様でした。おかげで設営が続けられそうです。そしてここで集めたリトルスターはみんなが見るこの場所に飾っておきます。若干見づらくない。これ見てルイさんがお手伝いしてくれたことを思い出しながら、これからみんな力合わせて設営準備を続けたいと思います。めっちゃ後ろなんか事故起きてるけど大丈夫そう。そしてようやく出せますね。私はの記念品です。噴水、うん、同じ。じゃあ次の会場向かいましょうかってわけで、じゃあみんな今回動画ここで終わります。じゃあ次回いよいよクッパステージっぽいので頑張っていきましょう。レッツゴー。